この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バイクって危険ですか？そうですね、でもルールを守れば安全ですよ。八重の里ドライビングスクールでは褒める達人があなたのお悩みを解決します。だから私は八重ドラに通います。船に泊まろう。忙しい人もそうでない人も九州往復1万円ちょっと、ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ、サンフラワーの弾丸フェリー。どうもー、ミーティング大好きともちんです。今日は兵庫県の龍野市に来ました。なんと今日は第8回赤とんぼバイカーズミーティングなんです。イエイエイエイ。今年で8回目を迎える赤とんぼバイカーズミーティング。グッズ販売やご当地グルメを楽しめるほか、ダンスコンテストやライブなどステージイベントも盛りだくさん。さらに舘ひろしが所属していたことでも知られるクールスのライブも開かれ、会場は大いに盛り上がった。私はここに来たのはですね、なんと司会ライブに来たわけですよ。でロケ、まあ忙しいですよ。とフル稼働のともちんにここでスタッフから、え、なんすかこれ、引いて、突然なんか出てきたんですけど、引くんですか。よいしょ、引きましたよ。今日が誕生日って書いてるけど、どういうことこれ。今日はビンゴ作って、はい、出たお題の人を探して、ビンゴゲームしてもらいます。ビンゴゲーム。今回ともちんにはくじで引いたお題の人を探してもらい、ビンゴを目指してもらいます。そして達成できれば、ともちん忙しすぎて、はい、お昼の時間がないから、早くビンゴを成功させてロケを終わらしたら、その分お昼休みです。もう今すぐ行きましょう、はい、2時間後にはステージあるんで、はい、頑張ってください。時間ないやね、はい、じゃあ早行きましょう。もということで早速9枚お題を引いてできたのがこちら。だだーん、社長。これ結構ね、あの金持ちの社長いそうな気しますよ。このカスタム総額500万円も見てみたいね。ありそうでないお題が揃ってるんですけど、この世界三大珍味もややこしい。おらんやろそんな持ってきてる人。その他のお題はご覧の通り、なかなか難しそうですね。ちなみに一人で2つ該当する場合はともちんがどちらか選びます。いやでもおるかもしれへん、まあ、早速なんで探しに行ってきます。というわけで赤とんぼバイカーズミーティング、ともちんのビンゴチャレンジスタートです。正確な手振ってくれてたら言っていいんかな。こんにちは。あ、なんか金持ちの匂いがするぞ。金持ちの。ちょっと今ライカーウィンドのロケさせてもらってるんですけど、こん中に社長やっていう人います。社長、もういきなりおった。社長2人もいるんですか。社長さん2人。え、ちょっとな、ま、何関係とか聞いていいんかな。何関係の。医師。医師。お、ロックじゃないですか。ロック、ロックですよ。で、何関係ですか。ロックと、コンサルタント。わ、かっこええ。ほんまに社長さんなんですか。本当ですよ。え、なんかちょっとあの証拠みたいなのないですか。はい。お、有限会社、言っていいんかな。中原代表取締役。ほんまもんやん。ほんま、ほんまもんの社長、ありがとうございます。いきなりここに出会っちゃいましたけど、そんな社長が乗ってるバイク、どんなバイク乗ってるか気になるんですけど。気になる社長のバイクを見せてもらうことに。どちらからいらっしゃったんですか。鳥取です。鳥取。え、社長のバイク、これカスタムとか結構されてます。あ、総額何万ぐらいかかってんですか。60万ぐらい。あ、60万円、ありがとうございます。もう一人の方に他に当てはまるものがないか聞いてみると、明日が誕生日なの。ちょ、マジで。マジで。ちょ、ほんまに。ちょ、あの夜の12時過ぎたらもう一回来ていいかな。57歳の誕生。一組目で幸先よくクリアしたともちん、ビンゴ目指して聞き込みます。いや、こうやって見たら結構ね、いろんな、ね、バイクがね、車種問わずいらっしゃいますね。
なんか高そうなバイクとかないかな。ちょっと待って、気になるバイク発見。これこの、すいません、このバイクのオーナーさん、ちょっとこちらにいらっしゃってください。見てください、これすごいですよ。このトライク、もうこれセットで、2つセットでカスタム総額500万円超えてますか、超えてませんか。かける2。おった、ありがとうございます。っていうかかける2、うん、1000万円じゃないですか、うん、家買えますやん。これここに住んでるとかじゃないですよね。すごい、まあ、1000万かかっているトライクの一番のお気に入りの場所ってのはどこですか。どれやろうかな、うん、前かな。あ、これはあのお兄さんですか。うん、わー、エベスさんがハーレー乗ってる、うん、ちょっとこの中とか私気になる、見たい、見てもいい。カスタム費500万円超えのこのトライク、気になるリアカーを見せてもらいました。オープンザドア、アメリカン、開けてもいい、うん、じゃじゃん、うわー、見てください、部屋やアメリカンじゃないですか。アメリカン仕様、これともになるわ。お、なになに、これ何ですか。観音寺饅頭、饅頭、ありがとうございます。こん中がキャビア入ってるとかないですか。ないないない。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え、イベントも盛りだくさん、車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート、ライダーズスタンド二輪館。せーの、リリンク開始。この曲いいよね、大好き。 Pcom で楽しさ広がるサインハウス。この地を守るお姿は恐ろしくはない、恐ろしい。六号満山。順調に2つ目をクリアしたともちん、次の狙いはチャンスを広げるべくこの3つを狙うことに。あ、こんにちは。あ、若い、10代っぽい、ちょっと待って、若いぞ。この中でバイカーの人、バイカー、みんな服装はバイカーやけどバイク乗ってる人、後ろ乗ってる人、後ろって後ろ、あ、惜しいな。バイクミーティング楽しいですか。あ、嬉しい。おお、すごい。大人になったらバイク乗りたい人手を挙げて。おお、すごい、やった、未来のバイカーです。こんにちは、お邪魔します。入っていいですか。すいません、ライカーウィンドなんですけども、この中に当てはまる方いらっしゃいますか。今日誕生日の人います。ノーマンの、たっちゃんとこの娘、ね、誕生日、今日誕生日。え、それ今日いらっしゃるんですか。ノーマンの、今日、え、もしちょっと連れてってください。ノーマン、有力情報をゲット、誕生日の人の元へ連れて行ってもらうことに。この子です。え、ちょっと待ってください、ここに可愛いお姉ちゃんがいましたけども、今日誕生日ですか。はい。マジで今日誕生日。めっちゃ考えてるやん。お父さんとかいてる。パパ、お、パパおった。パパ、娘さん今日誕生日ですか。厳密に言ったら明後日なん。誕生日ちゃうやんか。ちゃうやんか。違ったわ。今日誕生日ですか。はい。あれでもね、明後日誕生日ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょ、全然誕生日ちゃうし今日。ガセネタつかまされた。やばい、このままやって私お昼ご飯逃すやん、やばい。刻一刻とステージの出番が近づき、イベントを楽しむ人たちに声をかけまくる。カタオボバイカーズミーティング、第1回、第2回、第3回。なんとか初回から来た人を見つけたものの、ビンゴにはならず、最低でもあと2人見つけないとお昼休みはなしです。いやー、いてそうでいてないな。ともちん、はい、あと30分でステージやわ。え、30分、あと30分、やばい、クリアしてへんし、ご飯食べれてへんし、ちょっとやばいやばい。あ、ちょっとお邪魔してもいいですか。すいません、ちょっとあのバイクビ、あ、ライカーウィンドなんですけども、ちょっと質問なんですけども、
この中で若い方いらっしゃるんですけど、10代のライダー、ライダーじゃない、ライダー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 、え、何歳ですか？16です。16、ちょ、免許証ある？ちなみにちょっと10代、ちょっと、お証拠ということでね、一応これね、あの厳しいんで、うちの、あ、ほんまや、え、平成生まれ？最近やん。ようやく出会えたこの2人、正真正銘10代です。そんな彼のバイクを見せてもらうことに。ペケ JR400、ペケ JR400R、 400R、はい、自分のお気に入り、憧れしたバイクに乗れたっていうこの気持ちはどんな感じでした？手に入れた時なんか達成感、達成感あった、はい、おどう？いや、もう楽しいっすね、乗ってて毎日。やっぱそうやね、はい、10代のライダーを見つけ、ようやくリーチをかけたともちん、あと一つ間に合うのかと、ここでこれに当てはまる人って今いないですか？多分これとかも自分らに当てはまってるっすけどね。ちょっと待って、え、お兄さんは自分より年上のバイクに乗っている、当てはまってる？そうっす、ちょっと待って、そういうことになる。え、これやんね。あ、そうっす。お兄さんが平成何年生まれ？はい、僕が平成13年。平成13年で、このバイクは平成何年？7年来た。年上のバイクやん。おお、ちょっと、え、ちょっと待って、ってことは、はい、10、ちょっとピンでちょっと丸しようかな、私今。え、今2人、10代のライダー、そして自分より年上のバイクに乗っている、ビンゴやミラクル、ありがとう。ということで、ビンゴを達成したので、念願のお昼休み&お昼ご飯ゲットです。いただきます。おいしい。と、ローストビーフ丼を堪能しているともちんに、ともちん、ともちん、はい、あと3分でステージの予定。3分でもめっちゃやばいやん。大忙しなともちんでした。赤とんぼバイカーズミーティングは夜になってもまだまだこれから。キャンプサイトでは仲間たちと贅沢な時間を過ごせます。来年はぜひ皆さんもこのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。鹿児島県とフェリーサンフラワー、そしてライクアウィンドのコラボ企画、大隅に置けない大隅キャンペーン期間中に大隅地域を旅して豪華景品が当たるチャンス。さらにハッシュタグ隅に置けない大隅半島で SNS 投稿すると、抽選で一組様にサンフラワーペア往復乗船券をプレゼント。キャンペーンの詳細はウェブでチェックだ。